能見敦史43歳、ラスト登板で145キロ出してしまう。プロ通算474試合目。でもこれね、はい、まあ、例えばこれが最後だとしてもね、うん、真剣勝負で終われるっていうのはまたかっこいいですよね。そうですよね。ショートいっぱいです。能見敦史今日が43歳と125日。さあ追い込んだ。実はプロのデビュー戦はこの京セラのマウンドでした。縁があるんです ね、そうなんです ね。そして4球目スイングアウト。安田三振。投球フォームが美しすぎる。まだ現役でいけるやろこれ。世界一のワインドアップ。最後まで戦力として見られていたのすごいよな。これリアルタイムで見てたけどマジで涙流しながら見てた。こんなに完璧なラスト登板あるか。いつも通りポーカーフェイスで本当に引退する人とは思えないな。しかも空振り三振取ってるのにな。マジでプロって感じだよな。優勝のかかる大事な試合の同点8回の場面で 145km のストレートで三振を奪う。これ以上のラストがあるか。中島監督まだやれるだろうって言ってくれたのほんまやったな。オリックスファンも阪神ファンも大号泣やろこれ。何回見ても綺麗な投球フォームやな。オリックスのコーチやってくれんかな。 Y がプロ野球で一番初めに好きになった選手やわ。わかるの。見てファンから好かれる選手よな。野球上手くてイケメンで品もあるし、そりゃ好きになるわ。忖度じゃなくてガチの三振取ってるのかっこいいわ。最後が真剣勝負っていいよな。相手もガチでやっててリスペクト感じるな。冗談じゃなくてマジで現役で帰ってきてほしいわ。選手じゃなくても何らかの形で野球界に残ってほしいな。能見ほんまに大好きや。お疲れ様。